さあ始まりました、少量チャンネルのりょうでーす。いやー、最近ほんと寒くなりましたよねー。というわけで今しょうちゃんがお風呂に入っているので突撃して一緒に入りたいと思いまーす。プレゼントで入浴剤もいただいたので、それも入れたいと思います。突撃終了。しょうちゃん、はい、一緒に入るよ。いいよ、入ります。いいじゃん、なんいいよじゃねえよお邪魔しまーす。漂流、なんで、え、なんで一緒に入るんだよ。え、寒いから。ほら、たくさんさ、入浴剤もらったじゃん。グリーンアッコ。うん。あ、わ、すごい。いい色。これも入れてみる？あ、うん。これは、うん。お花が入ってる。うん。入れよう入れよう。気持ちいいね。気持ちいいな。もうちょっと使っていいよ。そんな遠慮すんなって。いいって。遠慮すんなって。いいの。はい、というわけで、今回は一緒にお風呂に入りながら、はい、過去の恋愛について語りたいと思いまーす。パフ。いや、二人ともさ、うん、もういい大人じゃん、うん、そう、いろんな経験をさ、うん、してきてるじゃん、はいはいはい、で、その中で、うん、面白いエピソードとかあったんじゃないかなと思って。あ、なるほどね。そうそう、そういうのをさ、ちょっと話せればいいんじゃないかっていうコーナーでございます。なるほどな。はい、結構話してきたからな。そう、そんな話したっけ。話してる話してる。車から突き落とされたとかさ。あー、それ聞いたわ。奥平さんとコラボした、ね。そう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 。辛かったっけ恋愛の話。違う、面白かった。面白かった。そうそう、いや、面白かったよそれ。いや、なかなかないよね。面白かった。その時はさ、ちょっとびっくりするけどさ、うん、後々思い返してみれたら、うん、なんかまあまあいい思い出だよね。そうだね。ネタになるしね。うんうん。そういう人がいたっていう派なお話にはなるからね。うんうん、うん、ある？面白いエピソードな。面白いかどうかわかんないけど、うん、2人で取っ組み合いの大喧嘩をしてたら、うん、下に住んでる大家さんが怒鳴り込んできたし、ね。なんだろうな、多分些細なことなんだよね。二人ともお酒飲んで酔っ払ってて、はいはい、その前付き合ってたその彼氏が、うん、どちらかというと血の気の多いタイプだったのね。ほうほうほう。で、喧嘩になるとちょっと取っ組み合いみたいな感じになることが多々あって、うんうんうん、叫んだよとか、うんうん、お前がなんたらかんたらめねえみたいなさ、多分その結構大きい声の喧嘩になってたと思うの。はいはいはい、多分壁が薄い系のマンションだったからさ、うん、上の階の音とか多分結構響いてたんだろうね。はいはいはい。その大家さんが、うん、何やってんだみたいな感じで来て、おわで次の日、うん、菓子折りを持って謝りに行って二人で二人で。ああ、 そうそうそう、それは偉いね。元彼と一緒にね、そういうこともあるよね。いや、まあ結構付き合ってきた人たちが難癖ある人たちばっかだったからな、うん、普通の人はいないかも。あ、そうなの。いないいないいない。待って待って待って、うんうん、そのさ、うん、歴代彼氏と俺を比べた時にさ、俺も癖があるタイプなの。量はそこまでない人かな。ああ、そうなんだ。うん。どんな癖よ。え、どんな癖？うん。だから、その、付き合ってても普通に浮気とかするし。ああ、そっち系ね。割と毎回そうだ。あ、そうなんだ。うん。え、今までさ、なんかその付き合っててさ、うん、振る方が多かったの？振られる方が多かったの？振ったことない俺。え、そうなの？うん。じゃあ振られてきた。話。あ、一方的になんかその浮気とかして、そうそう。振るみたいな。そう。かわいそう。ねえ、だからまあ、なんか前の動画とかでさ、うん、でも結局みんないい人だったみたいなこと言ったけど、うん、まあ今考えたらそうでもないかなと思ってそんな相手をさ、幸せになってほしいなんて思わないでしょみんな。ああ、まあそうね。でもなんかまあいい人ではあったとは思うけど。ああ、まあまあまあ、今もう関係ないしね。そうそうそう、いいんじゃない、自分が今幸せだったらいいと思う、うん。まあ俺の話に戻るんだけどさ、うんうんうん、なんかよくよく考えたら、なんか結構ね、痛々しい話が多いのを思い出して、はい、居酒屋かなんかで、やっぱりそこで喧嘩して、うん、もういいよっつって俺が先にお店出て、うん、家に帰ってる途中に、なんか急に後ろからラリアットされてる。わーって元彼が走ってきて、後ろからゴーンっつってラリアット。怖いな。わーみたいな。そういう喧嘩はないな。あ、そうなんだ。うん、あとね、もう一個ね、俺鼓膜が破れたことがあって。うん、なんか考えるときに、なんかちょうど耳をさ、直撃して、その空気圧で、左耳だったの。鼓膜が、穴が開いたことあったの。マ
俺でもいいのよ、今は笑い話でこうやって話せるから。いや笑えないな、もう刑事事件ね、全然あり得る。怖、そういうのはないかな。暴力とかそういうのはないかもしれない、うん、それ以外の人は結構優しかったけど、うん、もうなんかもうすごい全然長続きしなかった。うん、付き合ってもすぐ振る方も振られる方もすぐみたいな、めっちゃ短かった。でも短いのはないかな。付き合おうっていう時は結構慎重に行くから、お試し付き合いはないわ。なるほどね。俺と付き合う時もそうだったもんね。うん、すごい待たされたもんな。待たされたってわけじゃないけど断られたもん、ね、もいいじゃんそれは。なんでよ。いいんだ他にはないの、なんか他に、あ、いい思い出は、なんかいい思い出ない、嫌な思い出しかないわ。あ、そうなんだ、うん、でも大体みんなさ嫌な思い出の方が覚えてるもんだよね、うん、まあまあまあ、うん、そうね、うん、印象に残ってるからね、うん、俺一切連絡取らなくなるのね、うん、付き合ってきた人。ああ、そうなんだね。そう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 、そう、うん。まあでもその方がね、うん、その新しい彼氏とか、うん、まあ今だったら俺とかにとっては嬉しい。はいはいはい、まあ元気にやってるならいいけど。なんか俺と付き合っててさ、うん、これ面白かったみたいなエピソードあったりする？あ、なんか、うん、初めてだなみたいなのはあって。え、何？俺さ、お酒飲める人と付き合ったことなかったんだよね。ああ、今まで？うん。そうなんだね。そう。だからさ、うん、お酒で失敗してきたんだよね、結構俺。ああ、翔太が。そうそうそう。何を失敗してきた？いや、もう、二日酔いとか。あ、まあまあまあ、まあ。だからそう。気持ちが高まっちゃうじゃん。ああ、まあ、お酒飲んで、ハメを外す人苦手っていう人も飲まない人の中にはいるわけだけど。ほとんどそういう人たちだったから、結構お酒で失敗してきたの、俺は。あ、それでちょっと迷惑かけて、うん。ちょっと嫌な気持ちにさせて、みたいな。で、ほら、こんだけ歳が離れたとさ、彼氏と付き合うのも、初めてでしょ、うん、そんなことない？そんなことあるあるある。ね、うん、それはどうなの？はぁ、年上彼氏と付き合ってみて。あんまり歳の差を感じないかもしれないけども、でもやっぱり付き合ってきた人の中では、ところどころ大人な部分はあると思うし、って感じかな、うん。それはいい意味でだよね。もちろんもちろん。うん、ありがとうございます。逆に俺もさ、翔太くらいの年下と付き合ったの初めてだから、はい、あ、本当に？なんだろうな、受け身にならないっていうかさ、なんかちょっと行動力が増すっつうかさ、だってそれこそさ、翔太と付き合ってなかったら YouTube とかやってたもんさ。そうすごくない？ YouTube を始める。そう、多分もう休みの日ずっとお酒飲んで、うん、それで仕事してんの。多分そう、だって俺もさ、来年39になるでしょ、うん、もうアラフォーだよ、40代になっちゃうよ、うん、お酒飲むか、ゲームするか、まあ、まあそれも楽しいけど、ね、うん、引きこもるか、あと仕事しかないみたいなね、うん、そういう人生を送っていただろう、うん、ありがとう、うん、ありがとう。ひょにょ、元彼の話からね、はい、ちょっと今のうちらの話になったけど、うん、はい、じゃあ、うん、運命の出会いってことで、いや、そうだね、はい、というわけでですね、はい、今回は一緒にお風呂に入りながらどんな話をしてみました。あ、いかがだったでしょうか、はい、やっぱ寒くなってきてからさ、うん、あったかい湯船に浸かるっていうのはすごくいい。そうだよね。あと、いい匂いの入浴剤を入れて、うん、うん、ちょっと定期的にしましょうか。ね、いいね、はい、スキンシップも取れるし、うん、うん、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。